セルゲイ・ステパーシン内閣は、ボリス・エリチン・ロシア連邦大統領時代、セルゲイ・ステパーシンが、ロシアの首相に任命され成立したロシア連邦の内閣。1999年5月19日から同年8月9日まで続いた。内閣の構成は、1999年5月25日、ツケロシア連邦大統領令、第651号によって承認された。 セルゲイ・キリエンコ内閣が、ロシア金融危機によって倒れた後を襲った、エフゲニー・プリマコフ首相は、老練な政治手腕を発揮し、ロシア連邦共産党をはじめ閣僚を排出した閣、党派の支持と自身の出身母体でもある、旧ソ連国家保安委員会、ロシア連邦保安庁の人脈を活用して、徐々に政局の安定を取り戻していった。一方、ボリス・エリツィン大統領は、 1998年10月11日、訪問中のウズベキスタンで、歓迎式典中に大きくよろめき、モスクワ郊外で静養したことをきっかけに、健康不安による大統領総期待人を求める声が高まり始めた。さらに1999年2月から、新興財閥、ロゴバスグループの総帥で、ボリス・ベレゾフスキー独立国家共同体執行書記エリツィンの次女。 タチアナ・ディアチェンコ大統領補佐官、アレクサンドル・ボローシン大統領府長官、エリツィン側近らファミリーの汚職疑惑が持ち上がった。ロシア連邦議会会員国家会議は共産党が第一党にあり、共産党主導で大統領弾劾によるエリツィン非鳴に動いた。議会の動きに対してポストエリツィンの最有力候補に浮上したプリマコフは積極的に反対せず、エリツィンの怒りを買う。 1999年5月11日、会員国家会議は、大統領弾劾問題の審議を13日から開始することを決定したが、5月12日、エリツィン大統領は先手を打って、プリマコフ首相を解任、首相代行に、セルゲイ・スティパーシン第一副首相兼内相を任命した。5月15日、会員国家会議は、エリツィン大統領弾劾同義案に関して評決し、 弾劾に必要な賛成票が3分の2に達せず、成立しなかった。5月19日、会員国家会議は、ステパーシン首相就任を賛成多数で承認した。ステパーシンは、内省の前に、法省、連邦保安庁長官を歴任した治安畑の官僚であり、エリツィンは、共産党を中心とする反対党への対応や、ファミリーの権益保持のために、彼を首相に任命した。 5月21日、エリツィン大統領とステパーシン首相は会談し、ニコライ・アクショコ前鉄道省を第一副首相に任命した。アクショコの第一副首相就任を強く推薦したのはベレゾフスキーであるとされる。プリマコフ内閣の退陣とステパーシン内閣の成立には、ベレゾフスキーらエリツィン側近であるファミリーが深く関与した。アクショコは、 第一副首相は自分一人を主張し、ステパーシン首相と対立し、ステパーシンは5月25日、ミハイル・ザドルノフ増将をマクロ経済、財政担当の第一副首相に任命するが、後継増将にミハイル・カシアノフ第一、大蔵時間を任命したことに反発したザドルノフは、わずか4日後の5月28日、第一副首相を辞任した。ザドルノフの辞任については、 エリツィン政権で当時ファミリーの一員として、因ンたる勢力を誇るボリス・ベレゾフスキーがザドルノフを嫌い、エリツィンを動かしたとも言われる。1998年年末、エリツィン大統領に対し、批判的な姿勢を見せていたユーリルシコフ・モスクワ市長が、代表を務める政治ブロック、祖国と、ロシア連邦構成体である地方の共和国、州などの市長、 議会議長などの政治ブロック、全ロシアが合同し、新たな政治勢力を結成する動きが表面化した。モスクワ市長として高い評価を得ていたルシコフと、多数の地方代表が結集することは、エリツィン政権にとって、脅威以外の何者でもなかった。1999年8月4日、エリツィン大統領は、全ロシア代表のミンチメルシャイミーエフタタールスタン。 共和国大統領と会談し、スティパーシン首相を新たな政治勢力の代表に送り込むことで内部格乱を図ったが失敗に終わった。逆に、ルシコフ、シャイミエフは同日の午後に新政治ブロック、選挙連合を、祖国、全ロシアを結成することに合意した。この連合には地方に大きな影響力を持つ農業党も加わった。結局、8月9日、 エリツィンは、スティパーシン首相を解任し、首相代行に、内外ともに、無名の存在だったウラジーミル・プーチン安全、保障会議初期兼連邦保安庁長官を任命する。エリツィンは、スティパーシンの忠誠心と治安畑を歩んだ経歴を、信頼したが、スティパーシンが当初期待されたほどにエリツィン及び、ファミリーと呼ばれた、エリツィン一家、政書。 側近を守ることができないと判断したため3ヶ月で首相を交代した。以後、ステパーシンは首相交番後、徐々にエリツイン批判に回り、野党のヤブロコに所属し1999年、ロシア会員選挙に立候補、当選した。ゼーゼーファイ ファイ。ゼーゼーファイ。ファイゼーファイ。1九9九年から二千年までのロシア連邦の省庁の動態については、1九十四年から二千年におけるロシアの連邦行政機関の構成を参照。ボリス・エリツィン最後の証言では、エリツィンはこの段階からプーチンを後継者として考えていたが、連邦法案庁長官になったばかりで時期尚早と断念し、 内省、交渉、連邦保安庁長官を歴任したステパーシンを任命したとしている。ロシア同時代史、木村昭夫著、朝日新聞社発行、237ページ、ABC j ファイ JJJ、ファイ19.05、1999-611、ファイ、J、ファイ、ファイ。 19.05、1999-3965、2-0、5-0、5、0、0-0-0、59.08、1999-012、5、0-0-0、521.05、1999-638、0-0-0、525.05、1999-652-0、5、0-0-0、 ファイ28.051999674ゼーゼーゼーファイ31.051999688ゼーファイありがとうございます。